若者は宝。はい、トリマンチャンネル始めていきたいと思います。4月14日木曜日。はい、今日はですね、もう本当に、ね、嬉しいことがありました。まあね、夜ここ最近ね、今週に入ってもう本当に暇でね、もう毎日が本当に坊主ね、なし記録ね、防衛ができるかできないかぐらいのね、スレスレのラインをね、攻めてまして、本当にね、胃がキリキリするね、思いがあるね、まあ思いをするね、毎日でありましたけれども、なんとね、今日ね、まあ若手のね、まあ新社会人ですよね、新社会人さん含め、まあ20代前半ぐらいのね、方々ですよね、のお客様がね、ご来店くださいまして、もうその方がね、その中の一人が、TikTok ね、見ましたよと。でね、260万再生してるなで方動画の方をね、おすすめの方にね、TikTok のおすすめの方に出てきたみたいで、まあそれ見てね、ハートマークも押しときました、つってね、それ見てご来店くださったということで、本当にね、嬉しかったですね。で、皆さんね、運動系の方でがっつりね、やってくださってね、一グループだけでね、今日のトリマンのね、夜を支えていただきました。はい、でもうね、本当にちょっと久しぶりにね、20代前半のね、若い子たちが団体さんでね、来られた姿を見てね、わあ、やっぱ若者はね、元気やなーっていうのはね、まず第一で、まあね、ノリとかもありますけれどもね、飲み方もまだちょっと勢いに任せるのね、飲み方とかもありますけれども、いやー、やっぱね、元気だなーっていうのをね、改めて思いました。で、そんな中ね、改めてね、下関市の現状をね、見ますとね、下関の高齢化率がですね 36.1%、まあ、高齢化率っていうことは、まあ65歳以上の人口ですよね、がもう4割に迫ろうかという感じになってますので、まあ本当にね、10人いたら4人ね、65歳以上ということなので、本当に若者ね、貴重というかね、本当に宝というのをね、改めてね、実感する数字であり、まあ今日のね、夜のね、出来事でしたということですね。はい、まあこれからね、まだ私の年齢がですね、今年43になりますので、まあね、老後年金だけでね、生活できるわけでもないですし、国民年金なんでね、まあそれだけじゃ食えないし、まあ私のね、年だともう本当に70歳以上とか75歳以上から受給できますよみたいなね、年齢に、なっちゃう可能性もありますからね、まあ老後も働くで、まあ、自営業のね、メリットとしたら、まあ一般的なね、町の自営業者っていうのは、まあそのね、勤め人の方よりお給料というかね、まあ給料もクソもないんですけどね、取り分中がね、まああれは少ないと言われておりますけれども、まあそれをね、プラスに変わる年というかね、タイミングっていうのは、まあ一般的なね、お勤めされている方が、定年されて、でも、その後もね、自営業者は働けるよという、それがメリットだとね、結構言われておりますけれども、今日もね、久しぶりにね、ご来店くださったね、常連さんと話してて、もう大将もね、もうこの店にしがみつくしかないねみたいな感じでね、まあ私のことをよく分かってらっしゃる方で、まあね、社会不適合者なんでねまあよくね、何ができるかなとね、この店がね、なくなったとして何ができるかなと思いますけれどもね、結構何もできないなっていうのはね、ありますからね、うん、で営業ができるかってね、まあ営業しかないんだろうというね、まあお客様の常連さんのね、話ですけれども、まあ理系でもないんでね、文系で、ね、飲食業経営をまあね、16年、まあ社会に出てからずっと飲食業にしか携わってないね、人間なんで、まあね、やれることっていうのはね、本当に少ないわけなんですけどね、まあ、それも踏まえてね、もう、大将はね、もう普通の、
勤め人はできないからね、この店頑張ってやるしかないねみたいなね話になったんですけどね、まあまさにその通りだなとね思いますしね。はい、まあここのお店を辞めたらね、まあ過去動画でもちょろっとね話してたりしますけれどもね、もう誰ともね会話ないんじゃないかなっていうぐらいのね、感じになりそうなんでね、自分のね生きる意味というかね、糧というかね、まあそういうのをね守るためにもね、生きがいかな、まあそういうのもね含め人間らしくね折れるためにこの店が必要だとただ単に金を稼ぐね、まあ手段っていうわけではなくね、人間らしくねおられるようにいれるようにね、まあね自分が動かなくてもねお客様の方が来てくれて会話ができるというね、この素晴らしいシステムがねありますから、この店にいる限りね、まあ会話がね途絶えることはないわけなんでね、まあボケるねボケる確率もねちょっと下がるんじゃないかなとか、まあいろいろ思いますけれどもね。はい、まあ、というわけでね、まあ改めてね下関の高齢化率はねもう4割ぐらいになってますよというのでね、なかなかね厳しいなと。で毎年ね今のね、学生さんのアルバイトさんね、が成人式になった時に、新成人何人いるのと、確かね2000人ぐらいだったと思うんですけれどね、うわ少なと思いましたもんね。でさらにね県外とかにね出てる子とかもいらっしゃるでしょうから、そういうのを考えたりするとですね、そらコロナ以前っていうのはねバイト募集出してもね誰も来んやらんなっていう風にねなりますしね、改めてまあねうちでバイトしてくれてるっていうことはね本当にありがたいことだなとね思いますし、まあ子供の頃からねうち、にね、食べに来てくれてたご家族の子供さんが働いてくれてますので、まあこれからもねなんかそういう流れがあればいいなとね、今ね、数人候補ねいますので、地元のね大学に行ってくれとね思いながら、成長をね楽しみにしておりますとはい、まあそんな感じですね。まあ本当にね子供の頃からねあお互いじゃないですけれどもね、頼むよと私の老後を頼むよとねいうふうに、期待しながらねほっこりさせていただいておりますという感じですね。はい、まあねその従業員さんもそうですし、まあねご来店くださるね若いねお客様、やっぱりねお年寄りばっかのねお店だとやっぱりねなかなかそんなに食べたり飲んだりもねしてたら体に悪いですからね、で頻度もそんなにね上がらないと、まあ、頻度はいいんですけれどもね、その爆発力ですよね、やっぱ若い団体さんが来るとやっぱ爆発力が違いますので、まあ一気にねその売り上げの面でもね店の活気にしてもですねやっぱり、好影響がありますのでね、やっぱりそこら辺の年齢ねやっぱ若い方に来てもらえるお店っていうのにね、しとかないとやっぱ先がないなと改めて思った一日でございました。はい、というわけでね昼と夜合わせて、炸裂しました、ギリ炸裂しましたということで、今週ね初めての白星飾ることができましてね、ありがとうございました。はい、というわけでね昼ねお弁当やっててもねツイッター見てますよっていうねお声掛けしてくださる方もねいっぱいいらっしゃいますし、インスタグラムからね、お弁当予約をね、くださる方もいらっしゃいますし、まあいわゆるねウェブ 1.0、まあブログですよね、でウェブ 2.0 っていうのが、まあ、SNS と YouTube もそうですけれどもね、まあそのブログでもやってましたから、もうね創業当初からブログもやってましたから、まあいわゆるウェブ1から2まではね、フル回転でやってますので、今一番気になるのはウェブ 3.0 にねめちゃめちゃ注目してますけれども、今日もね、お客様とね話してたんですけれどもね、常連さんと、NFT とかね、まあ、そういう話とかもするし、ブロックチェーンの話とかもするんですけれどもね、じゃあ具体的にねどう飲食店と絡められるかってなったらまだね、ちょっと分かんないので、まあ引き続きね、まあウォッチだけはしておきたいなと思った次第です。はい、そんな感じですね。はい、まあ、とりあえずね TikTok すごいですね、ミニ四駆動画が130万再生してるんですけれども、
ミニ四駆動画はそんなにね、やっぱ130万再生だとみんなが見てるっていうわけで肌感はないんですよね。まあそれでたまにね見ましたよっていうのは聞くんですけれども、ただあの260万再生してるね、なで型動画の方はやっぱすごいなと。もうなんか普通に中高生とかね、まあ今日ね来られた若いねお客様もそうですけれどもね、200万超えてくるとかなりのね認知、あの TikTok やってる人のおすすめに出てくるんだなと、まあかなりの確率で見られてるなという感覚ですよね。100万じゃ弱いなと、200万超えてきて初めて、大体の人が見てるなっていうような感じでしたね、肌感は。はい、というわけで、ね、もう一回200万ね再生動画作れたら、またね新たに認知度が、認知ねしてもらえるんじゃないかなと思いますけれども、もう最近ねちょっと加工気味なんでね、何百再生しかいってないので、昨日かな、ちょっとメニューね、もう上げてみようかなと思ってね、上げたお好み焼き動画もね、やっぱメニューだけじゃダメだなと、まあもともとね分かってたんですけどね、やっぱ面白系じゃないとねバズらないなというのはやっぱあるなと改めて思いました。はい、またちょっとね、ネタ切れなんでね、またなんかネタ考えて、バズらせたいと思います。はい、やっぱ260万いくとね、TikTok 界の中ではかなり認知されてるんだなというのをね改めて、知ることができました。なんか今ねやってみたいのは、全然知らん土地に行って TikTok やってますかっていう質問して、これ知ってますかって言ってね、見たこれおすすめ動画で見たことありますかって言って、私のねなで方動画どれぐらいの認知度があるかっていうのをねちょっと調査してみたいなと思って見たりしております。はい、以上です。ありがとうございました。